ソララは宮城県仙台市青葉区課京院における再開発地区のが幾名であり、二棟のビルからなる。ホテルジャルシティ仙台を挟んで、西側がソララプラザ、東側がソララガーデンとなっている。現在の仙台市都心部の多くは第二次世界大戦の仙台空そのため当地は低開発地域となっていたが、課京院一丁目第一地区第一種市街地。 再開発事業が施行され、同事業の外区1に、ソララプラザ、外区2に、ソララガーデンが建設された。ソララプラザあたりビルは、地上14階、地下1階建てで、1から8階が商業スペース、9から14階がビジネスホテルとなっている。 健康57.02メートル、最高高さ62.65メートル、敷地面積は23,694.05平方メートル、建築面積は2,736.60平方メートル、延べ床面積は24,436.74平方メートルと、ソララガーデンと比較して1階あたりのフロア面積は広くなっている。 立体駐車場を内設しているほか、ペデストリアンデッキが仙台駅西口から伸びている。3階から8階部分には IDC 大塚家具が入居し、仙台ショールームとして出店していたが、2019年5月6日をもって閉店した。現在は TKP が入居し、3階にコワーキングスペース、スペーシーズ4から8階は貸し会議室、TKP ガーデンシティ、 プレミアム仙台西口として利用されている。ホテルモンテ・エルマーナ仙台を参照9階から14階には、ホテルモントレグループのホテルモンテ・エルマーナ仙台が入居し、客室は275室。なお、ホテルフロントは2階となっている。当ビルは2871.70平方メートルの敷地の1490.08平方メートルを占めて立ち、 地上29階、地下1階建て。1階から4階がテナントフロア、5階から29階が分譲マンション、シティタワー、仙台家教員に分かれ、地上から10階までの一部に、オフィス利用者及び居住者用の3つの機械式、タワーパーキングを内包する。1999年に施行された仙台市の、 環境アセスメント条例は100メートル以上の建造物に適用されるが同時期に建設された市内の高層ビルの多くは適用逃れのために100メートル未満ギリギリで建設されている。当ビルも99.9メートルでありその傾向を踏襲している。1階が店舗、2階から4階が事務所となっている。2階から4階の事務所フロアは TKP が入居 倉庫数182個の分譲マンションであり、エントランスは1階、居住区域は5階から29階にある。137個が10階以上に配置。11階にはオーナーズルームが設置されている。仙台市内の住友不動産が開発したタワーマンションに各々おの愛称をつけており、外壁の一部が赤いシティタワー仙台5強は赤のタワー。 外壁の一部が青いシティタワー高等大公園は青のタワーと呼ばれている。当マンションの場合、外壁は白であるが花のタワーとしている。バスに関しては仙台駅のバス乗り場参照。ありがとうございます。